はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の6月22日の土曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、6月の22日の土曜日ということで、来週の土曜日がですね、6月29日で、30日は日曜日ということになるので、もう来週にはですね、月末というようなことになります。で、今日はですね、東京地方は朝からすっきりとした晴れで、湿度もそんなに高くなくて気持ちのいい青空となっています。で、明日以降はですね、ちょっと雨マークと、それから曇りマークが続くので、で、東京地方もですね、関東地方も正式に昨日の時点で梅雨入りをしたということですから、今日はですね、おかげさまでなんとか晴れてますけども、来週からはしばらくちょっと太陽が出る時間が短くなるかなというふうに思います。で、今日はですね、この職場での、この長いことうちの職場にですね、で頑張ってくれた人がですね、人が一人、卒業というか、自分でですね、やりたいことがあるということで、今日の夜はですね、職場での送別会となっているので、複雑な気持ちというか、自分でですね、こうやりたい道を見つけて、その自分の道に進んでくれるという嬉しさも半分だし、やはりですね、長く頑張ってくれたということで、一抹の寂しさとか、そういうことも含めて、こういう気持ちというのはすごく複雑だし、人間というのはなかなかですね、自分の見た目、それから周りから見た目、いろいろとあったりもするし、これまでの時間の経過、それからこれから先のことということを、うまく自分の中で消化したり理解したりするということにもまた時間がかかるもんなんだなというふうな気もしていますけれど、今日はですね、夜その送別会ではしっかりと励ましと同時にですね、感謝を伝えて、そして気持ちのいい時間にしたいなというふうに思っています。で、今日自分なりにですね、学びたい四字熟語については、今日の日本経済新聞の中にも詳しく記事がまとめられていましたけれども、昨日の時点でですね、国会が通常国会が閉幕ということで、その時に合わせてですね、骨太の方針が閣議決定されたということで、骨太の方針閣議決定に学ぶ白隠鉱床という四字熟語を学びたいなと思っています。で、この白隠鉱床という四字熟語の意味については、多くの例を引用したり、たくさんの証拠を並べて物事を論じることとかですね、またそこに利用されたというか用いられたその、論文だとか議論そのことをですね、この白隠鉱床というふうに呼んだりすることだそうですけれども、白隠という熟語で多くの例を引用するというような意味があるということで、この記事の中にもですね、昨日の時点でまとめられた骨太の方針の詳しい内容というか項目別にまとめられたりとかしていて、たくさんの当然ながら閣議決定というか、骨太の方針をまとめていくためにも、これまでのデータですとか、それから証拠とか論文とか、様々なことを引用しながら、このですね、方針というものを決められていくということで、これがどれだけ私たちの生活に直結をするのか、そしてそれがまた私たちのですね、実感を伴った改革になっていくのかということは、これからの見ものということになるようですけれども、まずですね、簡単にその昨日の時点でまとめられた骨太の方針の項目みたいなものと同時に、主だった内容を見ていくとですね、成長産業の育成ということで、半導体量産に政府が保障していくということで、TSMC とかラピダス、キオクシア、東芝などを支援し、国としても支援していくということのようです。そして、所得向上に向けてはですね、イデコの拠出上限を拡大ということで、この辺のところですね、イデコとか、まあ、そのような方法で自分なりに投資や運用をしている人たちにとっては結構いい、内容なのかなというところですね。
そして財政健全化に向けては2025年度黒字化を明記ということで、これも何度も何度も先送りにされてきたこのプライマリーバランスの黒字化について、本当に2025年度ということで来年にそれがプラスというか黒字化になるのかどうか怪しいもんだなと思ったりもします。で、労働市場改革についてはリスキリングと言われるような学び直しということだそうですけれども、なかなかこれもいつも思うようにちょこっと学び直しただけで、それでですね、その仕事ができるようになったり、何か生産性が上がるようなことがあるたらですね、それ誰も苦労しないというか、それを実際にやはり、お金に結びつけていくとか生産に結びつけていくということには長くて膨大な時間がかかるというふうに思っているので、ちょこっとやそっとですね、机に向かって勉強したり、何か新しい知識とか資格を取ったところで、それが必ずしも生きていくかどうかわからないので、逆に、もちろんそういうことも大切だけれど、それと同時にコツコツとさまざまなこと、すぐには芽が出ないようなことにも根気よく取り組んでいくということも同時に必要な、気構えになっていくのではないかなと思います。で、もう一つここに載っている記事としては、ライドシェアなどは先送りになってしまったということで、なかなかですね、このライドシェア、日本版ライドシェアなんていう言葉だけが踊っていますけれども、本格的な、通常のですね、通常というか他の欧米諸国とか、それから東南アジアなどでも一般的になっているようなライドシェアそのものは日本の中ではまだまだ先送りとして議論が継続ということだそうですから、このような意味でですね、白隠暴走されるような議論とか、それから証拠とかデータなどはたくさんありますけれども、なかなかこれをですね、取りまとめることがもちろん必要だし、政府としてはそれが仕事なわけなので、こういうことがなければ、議論がなければ、行動もないということになってしまうけれども、私たちそのものはこういったですね、やはり大きなこの流れというものは当然ながら私たちの生活には何かしらの影響を及ぼしていくのは当たり前のことですけれども、ただ私たちのような一人一人のミクロにとってみれば、あまりこういうことの議論にですね、こう一喜一憂というか別段大きく影響されるようなこと自体もまた逆に少ないかもしれないので、日々コツコツできること、長い時間がかかってなかなか芽が出ないけれども、自分なりに取り組んでいきたいこと、それからですね、それがきちんと社会にとっての、貢献というか、何かしらの貢献であり、自分自身にとってもですね、それが人に必要とされるようなことということを目指して日々過ごしていくということも合わせて重要だと思うので、で、そこにはですね、当然ながらデータとか議論とか証拠とかっていうものも合わせて自分の中できちんと考えていかなければ、5年10年努力したところでそれが何も実らないということになってしまいかねないし、逆にその5年10年時間かける中で自分の中で失敗とか、成功とかですね、うまくいったことなどを噛み合わせる、噛み砕いて自分の中でそれを次につなげていくということさえできれば、それが3年5年、なかなかですね、思うようにいかないことでも必ずその失敗とかですね、うまくいかないことを、次どうしたらいいのか、何が、足りないのかということを考えていく習慣さえつけていけば、5年10年かかるかもしれませんけれども、何かしらの結果とか成果にはつながるものだと思うので、そういうですね、感覚というものも合わせて私たちは日々の中で白隠暴走と同時に行動力ということも一緒に考えて自分なりに取り組んでいくということを忘れたくないなということを感じたので、今日のですね、記事の中からも学ばせてもらいましたけれども、昨日の時点で骨太の方針閣議決定に学ぶ白隠暴走という四字熟語を学びました。ということで、今日もですね、昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は38,596円47銭、38,596円47銭ということで、一昨日に比べるとマイナス36円55銭、マイナス36円55銭ということで、ほとんど動きがなく昨日は取引を終えていて、なんとか38,500円台は維持したまま昨日は取引を終えていました。円ドル相場は1ドル158円76銭から79銭、1ドル158円76銭から79銭ということで、一昨日に比べると49銭の円安、
49銭の円安ということで、昨日は一時期ですね159円台に入って、まあ、円安が進んでいた時間帯もあったということだそうですから、まあ、これがまた160円台前後でうろちょろすることになるのかどうかということも合わせて時間の経過と同時にですね見ていく必要があるなというところです。で今日ですね音読の題材に取り上げていきたい記事の一つ目については今日ですね、日本経済新聞の土曜日についてくるプラスワンという、まあ、別冊新聞みたいなものの中から、運動習慣をつけていきたいというようなことについてどのように取り組んでいったらいいのかというような気構えみたいなものを解説してくれている記事があって、やはりですね、まあ、勉強もそれから先ほどのですねリスキリングも運動習慣もつけたいけれどもなかなか定着しないというようなことがあったりするので、これはどんなことにも当てはまることだと思いますから、自分なりにもこういう感覚を改めてリスキリング学び直すためにもこの記事から学ばせてもらいたいなと思います。運動習慣をつけたい。今より10分多くから。健康のために運動しようと思うのに長続きしない人はいないだろうか。高価な器具を買うなど投資をしてすぐに使わなくなるのは悲しい。あまりお金をかけずとも無理なく続けられるような工夫はないかヒントを探った。健康的な生活と運動は切り離せない。国も専門家や自治体、職場の担当者に向けた健康づくりのための身体活動運動ガイド2023を策定。個人差は考慮する必要があるものの、推奨する運動として歩行かそれと同等以上の身体活動を成人であれば1日に60分以上約8000歩以上、高齢者は1日に40分以上約6000歩以上といったものを挙げた。筋力トレーニングや有酸素運動なども必要だという。運動は結果として生活習慣病の予防や改善、筋力や心肺機能を鍛えて生活機能の維持、向上、介護予防にもつながっていく。ただ体を動かす習慣が身についている人ばかりではないのが現状だ。忙しいから、面倒だからと消極的になりがちな気持ちを運動に向かわせるには何らかの動機が必要だろう。例えば定期健康診断で指摘を受けて自らの体に覚えた危機感とか、お気に入りだった服をもう一度着られる体型になりたいといった思いだ。こうした動機づけができればまずは一歩前進だ。ちなみに筆者の場合、年齢を重ねても往復 2km 程度の距離を歩いて買い物に行ける体力筋力は維持していきたいと考えている。次に運動をどのように生活に取り入れるかだ。運動に限らず今まで取り組んでいなかったことをすぐ習慣にするのはなかなか難しい。日々続けていってやがてルーティーン、決まり事、日課になるのを目指したい。隙間時間に体を動かすところから始めてみよう。国のガイドにある推奨される運動は自分にとって大変だと感じるかもしれない。しかし国はプラス10から始めようと呼びかけてもいる。今より10分多く体を動かすことから始めようというメッセージだ。朝10分早起きしてラジオ体操をする。休憩中にストレッチをする。なるべく階段を使う。帰宅時間は最寄り駅より一歩手前から歩く。テレビを見ながらできる筋トレをする。あまり苦にならず体を動かす楽しさや爽快感を味わえるようになったら、さらに一歩ウォーキングやジョギング、筋力トレーニングなど負荷の大きい運動にも挑戦したくなるかもしれない。運動するならフィットネスクラブなどのスポーツ施設に通う方法もある。ただ利用のためには会費などお金もかかる。運動に加えて現地への往復や着替え、シャワーなどの時間を考えるとスケジュール調整も必要になる。とりあえず今より10分多く体を動かすところから始める方がハードルは低い。もっと運動したくなってきたら自治体が運動を運営しているスポーツ施設を探すのはどうだろうか。利用には予約申し込み抽選が必要だったり、定員が限られていたりする場合が多い。ただし様々なプログラムが比較的割安で用意されている。筆者も自治体運営の施設をチェックして利用していた経験がある。最近はスマートフォンなどを使ってのオンラインのトレーニング講座もある。フィットネスクラブなどが手掛け、自身の予定に合わせ自宅で受講可能。筆者もヨガ、ピラティスの60分ほどのレッスンを週に1回から3回受けて、タイパ、時間帯効果、タイムパフォーマンスがいいと実感している。他にも無料で視聴できる運動方法を解説した動画も多く配信されており、体を動かす参考にできる。継続への工夫も考えたい。歩数や心拍数、運動量などを記録するスマートフォンや
スマホアプリを使い目標をクリアする達成感を味わうのも一つ。体重計で毎日体内年齢や筋肉量などを計測する手もある。励まし合う仲間を作るのも大切だ。運動したい家族や友人を見つけて声を掛け合おう。大変な時も背中を押してくれるはずだ。ということでですね、先ほどの勉強習慣、それから例えば読書習慣、運動習慣、まあ何もかもですね、めんどくさいなぁと、今までやってなかったことを定着化していくということがどれだけ大変かということですし、まあ今だとですね、結構 SNS などがあるので、自分がやったらやったのその記録を、まあ何かしらの形で撮影したり、文字化、こう文章化して、それを様々な SNS で発信をしてみたりというようなこととか、まあ体型とかやってるところの様子とか様々なことをこう自分なりに発信していくことができるので、このようなことを取り入れていくのも一つの励みになるのではないかなと思ったりもするので、こういう習慣リスキリングと一言で言うのは簡単ですけれども、なかなか継続するのが難しいということになるので、私自身もですね、こういう記事から学ばせてもらって取り入れられるものはすぐに取り入れる。あとはですね、この運動ということで言えば歩くということが必要なのであれば、自転車などに乗らずに歩いていくとかですね、電車の中でも座らずにすぐに席を探すようなことをせずに立っていくということだとか、ということも最低限必要な意識かと思うし、まあそういう意味で言うと、今の小学生中学生は運動しなくてもいいとか、いろいろな意味でですね、疲れたらすぐに休むみたいな感覚を、子どものうちからつけさせてしまう傾向があるので、それもまたどうしたものかなと思ったりするというのも、社会と現実の、理想と現実の違和感だなというふうに感じたりもします。そして次にですね、大気象機というコラムから、タイトルがですね、リスペクトと質の高い仕事というような、コラムを勉強させてもらいたいなと思います。大気象機、リスペクトと質の高い仕事。リーダーと組織の構成員との間、そして構成員の間でリスペクト、敬意は良質な組織の条件である。現在は米国ノースカロライナ大学にいるポラス教授は、かつて世界の約2万人の従業員を対象にした調査で、従業員はリーダーからの敬意を感じることがコミットメント、約束とエンゲージメント、働きがいの向上につながると明らかにした。従業員はリーダーからの敬意を評価や感謝、ビジョンの伝達などよりも重要だと認識している。リーダーと従業員との関係はビジネスパートナー同士の関係にも当てはまる。しかし同時期に話題になった次の2つの事例は、日本の大企業において仕事の発注先に対し敬意を持って接する文化が欠如していると感じる残念なものであった。日本テレビは5月末昨年に放送したドラマの原作者が死去した問題を受けた社内調査の結果を公表した。原作者はドラマ化にあたり原作を大事にしてほしいとの趣旨を原版の担当者を通じ日本テレビに伝えていた。しかしドラマ制作者はこの趣旨を脚本家と共有することを怠った。原作者の脚本改変要求を回避すべく原作者に嘘の報告までした。その結果原作者はドラマ制作者に対する信頼を失っていった。日産自動車は3月に公正取引委員会から不適切取引の指摘を受けたが、その後も取引先から不満の声が出ている。一部報道によると日産は5月までに下請け会社に値上げの申請対応フォームを送った。だが証言した下請け会社の担当者は、値上げをしたいとの本音は書けない、もし書いたら担当バイヤーとの関係が悪化して切られるという。問題発覚を受け、日本テレビはコミュニケーションの重要性の再認識を従業員に促し、日産は取引先用ホットラインの設置を約束した。だがそうした対処療法で片付けられない課題が残るように思われる。そこには大企業の従業員の自らの都合を優先し、取引先を見下し、軽くあしらうといった悪癖が垣間見られるためである。ビジネスはパートナーとの協力を必要とする。その際、パートナーに対する敬意を持ち、互いに育てるように努めるべきである。それはビジネスの質を高め、持続性を高める道である。ということで、まさにこれはどんな関係に対しても、言えることですし、個人的にも尊敬、感謝、そして自分は必死ということを常に心が、自分に言い聞かせています。
他人にはですね尊敬をして、社会には感謝をして、そして自分は必死に生きる、そういう感覚がなければ、やはり自分が最優先で、自分の都合のためには人をですね、見下すということまでいかないまでも、優先順位を落として相手に泣いてもらうみたいなことがある世の中ではですね、それは長続きしないし、一時はそれで通用することがあっても、そういう感覚でですね長いこと反映していくということはなくなってしまうし、仮にですね自分が泣かされる側であったり、何か一時ですね辛いことがあったとしても、自分なりに尊敬感謝必死、この他人には尊敬をする、社会には感謝する、自分は必死に生きるという感覚さえあれば、いつまでもいつまでも自分なりの感覚でですね、必ず反映、自分なりの形での反映というか、自分なりに思っていた方向に行ける時が来ると思うので、そういう感覚は大切にしていきたいなということを改めて感じました。そしてですね、最後にこの今日の日本経済新聞の春秋というコラムから、現在のですねニコ動というニコニコ動画が大変なことになっているということを含めての警鐘が、こちらに綴られているので、春秋も最後音読していきたいなと思います。数が少ないうちは単なる字幕、しかしどっと増えれば弾幕に。動画サイトニコニコ動画の特徴は、見ている人の投稿が画面に文字で表示される点だ。賛同や批判が集中すると感想が画面をほぼ覆い尽くし、アニメや動物などもともとの映像を隠してしまう。一見すると四角点灯だが、この機能が喜ばれた。皆で一つの映像を見る実感があり、他者の反応がはっきりわかる。文化の発信や楽しみ方の構造変化を感じさせた。ニコ動を単なる動画プラットフォームではなく、2000年代の日本文化の震源地になり続けてきた場所だと哲学者の東博樹氏は SNS に記している。ニコ動の運営会社がランサムウェア、身代金要求型ウイルスの攻撃を受け、動画共有や生配信などのサービスを停止した。病院、電力、流通と近年同種の攻撃が続く。ただし技術情報サイト日経クロステックによれば、日本での被害は減っており、外国に比べ少ない。身代金を払わない姿勢が奏功したと専門家は説く。ニコ動は簡易版でサービスを再開した。機能は制限され、内容は昔の動画だけだが、利用者は懐かしいと歓迎している。攻撃を受けた背景などは今のところわからない。本格的な普及には長い時間がかかるという。苦境に陥った企業を救うのは信頼を培い、待ち続けてくれる顧客の厚みかもしれない。改めてそう感じる。ということで、これがまさに、尊敬感謝必死でもあると思うし、ニコ動のですね運営サイト、運営会社としては必死になっているでしょうし、そしてですね、このランサムウェアを送りつけるようなところを尊敬することはできませんけれども、やはりですね今までニコ動というような仕組みを整えてくれ、いつまでも私たちを楽しませてくれようとしていた運営会社に対しての尊敬と感謝という気持ちがあればですね、きっと多くの愛好家が待っててくれるのではないかなと思うので、ニコニコ動画運営会社もなんとかですね少しでも早く復旧して、また改めてファンの人たちを楽しませてくれるような、万全な体制でですね、今まで通りの形でのニコ動というものを待ってる人も多いのではないかなと思います。ということで、今日は2024年令和6年の6月22日の土曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。